国内有数の生マグロの水揚げで知られる和歌山県の勝浦漁港では、正月休み返上で取れたマグロおよそ48トンが並べられ、初市が行われました。漁獲量も増えているような感じがします。なかなかいいスタートを切れたんじゃないかと。大阪淀屋橋でも仕事のスタートを切る人たちの姿が。巷だったら何万でするであろうというお肉を4、5000円で手に入れられるので、それですき焼きしたり肉を楽しむ、おさぼり食いました。僕早期実習でまだちょっと学生なんですよ。僕今年から頑張っていこうと思っております。大阪取引所では年明け最初の取引大発会が行われました。自治体も仕事始め、京都市では来月任期満了に伴う市長選挙が行われます。最後の最後まで全身全霊を捧げて、次の素晴らしいリーダーに継承していきまいたい。一方、滋賀県は琵琶湖の水位が基準を大きく下回っていることを受け、渇水対策本部を設置、年始から異例の呼びかけを行いました。年末年始も例年のように回復傾向に入っていない状況を、水を大切に使おうということですね。はい、それに尽きると思います。大阪府の吉村知事は被災地対応のため防災服を着ての挨拶となりました。今年は万博の成功に向けた準備、勝負の年になると思います。来年に迫った大阪・関西万博では建設費の増額など課題は山積しています。万博をめぐるさまざまな課題はありますが、我々はそれを乗り越えていきます。